お、青龍の剣、そんなもんもらえるの？どの国の武将に与えますか？じゃあ、周囲に与えとく？おお、武力13も。情報他国。ああ、なるほど。移動できるのかな、したらこのターンで。軍事、違う。移動。この国。ああ、全員行けるわけじゃないのか。誰かに任せていかないといけないんだよね、この国を。テイフ連れてこう。連れてくよね。じゃあ普通にこの下2人ぐらいに長久あたりに任せる感じにしようか。で、孫権も次のターン移動と。待てよ。あ、西郷がミッションを持ってまいりました。同盟結び強、流氷とか、結ぶとく？同盟ならいいや。お、連勝攻めた。これはさすがに勝てるんじゃないかな。へえ、全然痛かったよ。お、連勝勝ちましたね。ナイス連勝。せっかく遠州が分断してくれたから、この国を乗っ取っちゃいましょう。あんまり大軍で行ってもしょうがないんだよね。残しとかないとまずいから。行く分には1月で300か。いくつだ。あ、数いるな。これは失敗したかな。一番強いのは関連。引き分けなんだ。ほぼほぼ五分な戦いになるそうですね。ついたか。加工が随分簡単に火つくな。
いじめが好きですね。ああ、そうなんだ。やばいな、燃えまくってんな。まずいな、これ。やばいな、この火の強さ。これ一気に抜けちゃえ。よし、敵は出てきたぞ。敵を減らしちゃおう。ああ、なるほど。なんとか。やった、雨降った。お、月またぎちゃった。今出陣してる連中はそのまま放置か。まだ兵糧があったはずだから、炎章攻めてみようかな。合戦中ではあるけど、あ、17も攻めれちゃうってことは攻められちゃうのか。これまずいな。じゃあ全兵力で9いったら、ここ取られたら大変なことになるな。それは良くないな。ここで勝てればいいんだよね、このメンバーで。へえ、500。
チョは。うわぁ、ブロック98勝てないね、どう考えてもね、これは。巨蝶、牛筋か。この辺崩していくかしたら。よし、戦の再開ですね。兵糧がないから一気に。だいぶ減ったな。よっしゃー、ちょっと兵使いすぎたね。これでだいぶ兵使ったな。うわ、来んな、チキション。祭りごとの大元として民を愛し慈しむことを忘れてはなりません。うん、覚えてますよ。兵84しかないのか、これまずいな。はあ、急にやっぱり一気に金欠になるんだね、戦続けると。困ったね、どうすんだこれ。18の国から曹操の17を切り崩したいと。